ヨーロッパヤマネは、月種目ヤマネかヨーロッパヤマネ族に分類される、月種類。ヨーロッパヤマネ族の唯一の原存種である。体長6から9センチメートルで、5.7から7.5センチメートルの、を持つ。体重は17から20グラムであるが、冬眠の前には30から40グラムに増える。10月から4から5月にかけて冬眠する。北ヨーロッパから小アジアに分布する。 ブリテン諸島に生息する唯一のヤマネカの動物であり、単にドーマウスとも呼ばれる。イギリスにおける分布は、ナショナルバイディベスタティネットワークのウェブサイトで見ることができる。アルバニア、イギリス、イタリア、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スイス、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルコ。 ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ロシア模式標本の産地はスウェーデン。イギリスには、毛に覆われたを持つ小型哺乳類は本種しかいない。金色や茶色の毛皮で、目は大きく黒い。夜行性で起きている。 時間の大部分を木の枝の上で餌を探して過ごす。危険を避けるため、地面には滅多に降りない。冬になると、森の落ち葉の下に作った巣の中で冬眠する。春に木冷めると、スイカズラ属の樹皮、葉、相当で編んだ巣を作る。気候が寒く食料が少ない時には、ボール状に丸くなって眠り、エネルギーを節約する。その生涯の大部分を寝て過ごす。通常、 すから70メートル以上は動かない。はシバミ類の果実の殻に綺麗な丸い穴が開いていることがあるが、これは山根類、森ズミ類、ハタネズミ類などの動物がいることを意味する。リスやカケス等のその他の動物は殻を完全に二つに割ってしまうかギザギザの穴を開ける。さらに詳しく観察すると穴の内側の円に歯型がついている。 穴に対して角度がついているのが山根。平行で、デコボコの跡がついているのが森ネズミ。平行で、デコボコの跡がついていないのがハタネズミによるものである。ヨーロッパ山ネは季節ごとに樹木製の様々なものを餌とする。ありがとうございます。